こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は商品価格は値上がりしますというお話です。日本と違って、オーストラリアではコストが上がれば物価が上がります。ですのでね、輸送費用、今、郵便局の EMS が止まって、輸送の混乱で、海外輸送のコスト上がってますけど、今までより商品価格も上がっているものが多いんでね、別に、今のコストで、十分利益が取れる商品を見つければそのことなんでね、どんどん商品探しは継続してください。いつ航空便復活するんですかとかね、いう質問いただくんですけど、正直わかんない。あるいはね、わかんないというより、郵便料金って上げるのすごい大変なんでね、国会の審議とか、必要なんで、少なくとも半年1年で値段を上げらんないと。郵便料金上げないと、航空便復活するだけのね、金額に合わないんで、復活できないと考えたら、早く経って1、2年。もしかしたらね、しばらく、ね、この EMS の航空便って復活しない可能性が高いというふうに考えた方がいいです。ただね、悪いことばっかじゃなくて、別にそれでもコストに見合う金額で売れる商品はいくらでもあるんでね、考え方を切り替えて、商品探しを継続してください。ちなみに、オーストラリアなくてね、アメリカの例なんですけど、最近ね、最近というか会社さんがね、このね、時給50ドルというようなね、時給にアメリカになってきてるというような、記事を紹介していただきました。この記事のリンクこちらにありますけど、要は、人手不足、コロナの後ね、飲食業戻ったけど、従業員は戻ってこないということでね、人手不足で今、時給は非常に高くなってると。で、プラス、日本と違ってね、残業手当とか、休日出勤とかの時給はね、アメリカ高いです。オーストラリアはもっと高いです。ですからね、時給5000円、50ドル、アメリカで50ドルって言うと時給6000円ですね。時給6000円の飲食店の店員がいると。ね、別に、調理師じゃないですよ。普通の、ウェーター、ウェイトレス、あるいはね、皿洗いの、人が時給6000円と。日本人の感覚ではちょっとわかんないような時給になってます。これは、日本にいると、日本だけで暮らしてるとわかりませんけど、逆に、海外の常識なんで、そういうふうに考えればね、別に輸送費用がね、多少上がったところでどうってことはないと、高く売れる商品はどんどんあります。参考までに逆にね、日本人は、非常に安い、物価じゃないと買わないと。で、海外から見ると、すごい日本が、安すぎるんだと、アメリカが高いんじゃないというような記事もあったんで、こちらも参考に貼っておきます。何しろ、輸送の困難でコストが上がってますけど、これいつ戻るんですかって質問ね、来るんですけど、正直ね、いついつ戻ります、それまで辛抱しましょうというようなことじゃなくて、もう戻んないかもしれませんと、今のコストでね、儲かる商品を探しましょうというのをね、ちょっと、話した方がいいかなと思ったら、ちょうどいい記事を紹介してくれた会員さんがいたんで、それについての動画を作りました。またご質問、ご報告、確認とお待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。